ね、ホロメ以外の絡み、スタッフさんとかも普通だよ。お願いします。ぐらい。で、質問が来たら、それに回答する。それぐらいかも。ヤゴーさんはヤゴーさんに会えないよ。いや、マジ、生身ヤゴー全然会ってないんだが。誰かしらのさ、動画とかさ、そこら辺でしか見てないぞ。会えない、あれ、SS レアだよ。レアキャラだよ、マジで。会えない、会えない。いや、存在するかもわからないね。もう AI じゃない、あれ、ワンちゃん。だってすごいカンペ見ながらさ、動画撮るやん。あれ、AI なんじゃないかなってワンちゃん思ってる。あれ、本当にさ、谷郷さんかなっつって。ワンちゃん AI だね。だって会ってないもん、ペコーラ。いや、ペコーラのさ、デビューする時のさ、その面接の時はすぐ出てきてたのに。話したもん、あの時に。もう今じゃ会えないよ。遠い存在になっちったよ、谷郷さん。もう何年も見てないじゃないかってぐらい。逆突しに行くか。いや、もう矢郷さんはね、そんなね、ポッと配信に出れないんですよ。そんなね、急に出てください。いけません。あの方は、アポを取らないといけないのですと。ペコちゃんはそんな矢郷とお前じゃん打ってたよね、企画でな。いや、あれよく矢郷さん入れたよなと思うわ。とつまちに矢郷来ないかな、もう来たらやばいね。多分社員止めるでしょ、完全に。じゃ、ヤゴーさんが来たらとんでもないよな。事前打ち合わせビッタビタだと思うよ。だ、ペコーラがさ、エイプリルフールでさ、ヤゴーさんに動画撮ってもらったやん。あれも一言一句ビタビタに台本を書かなきゃいけなかったからね。アドリブのあの字も言えない、言わせれないから。ビタビタの台本これを読んでくださいっていうので、もう渡しての、じゃあ撮りましょうって。マジでヤゴーさんもスタッフさんも頑張ってくれたわ、あれ。いや、ペコちゃんがだから一番いいくね、考えたんよ。あんな多忙な方に動画も撮ってもらって感謝いっぱいだよ。あ、今年のエイプ、あ、まあ今年もね、エプリールフールいろいろやりたいな。うん、まだ何とは言わないけど。危ねー。